首だけで動いていませんか？今回は胸の骨を柔らかくして首を楽にしますよ。長崎市城山町里見メディカルビル2階ライフスタイルクラブからお届けします。ピントレご指導は日本一の美ボディにも輝いたことのあるゆこさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月はスマホ首対策ですよね。はい、スマホ首、皆さん悩んでらっしゃるかと思います。首こり嫌ですよね、うん、でもかなり影響を与えているのが実は胸の骨なんですよ。胸椎っていうのをご存知ですか？胸椎、はい、うん、ちょっと説明したいと思いますが、夏木さん後ろの方向いてもらっていいでしょうか？はい、はい、ちょっと呼びますんでこっち向いてみてください。はい、夏木さん。はい、何かというとですね、はいはい、胸の上に首がくっついているので本来胸から振り返りたいんですが、多くの方が首だけで動いているんです。確かに、はい、ついやってしまいがちなんですけれども、はい、この動きをしてしまうというのは実は胸椎という首の下からちょっと溝落ちの後ろの方ですね、ここの背骨のところ、この骨が硬いことに原因が多くあります。じゃあ本当は、はい、そうです、これが見返り美人ですね。大事です。はい、胸から動きやすく気持ちよくなる動きを今日はやっていきたいと思います。お願いします。胸椎ほぐし床でやっていきます。はい、一緒に寝てやっていきましょう。どちら向きでも大丈夫ですが、まずは左手に腕枕で寝てみましょう。腕枕で寝たら90度足を前に出しましょう。はい、ざっくりで大丈夫です。そしたら床側の手に天井側の手を近づけます。ぺったんこ、はい、でこの天井側の手の中指を見ましょう。あ、はいはい、見た上でこの手を外回りですね、後ろ側に回していきます。え、ずっと中指見るんですね。そうです、中指を見たまま下の方まで持っていきましょう。そしたら一周させて戻ってきます。胸が開きました。そうなんです、いい感覚持ってますね。胸から開くことが大事です。うわ、この手つかなくても大丈夫です。無理やりじゃなくていいので、はい、胸から開いて戻ってくるという動きをしましょう。うーん、あと3回行ってみましょうか。はい、この時手や肘、肩痛い方は全然浮いててもいいんですが、手だけで回さないように気をつけましょう。胸から回して戻ってきます。胸の部分がものすごく開いて閉じるっていう動きですね。胸が動くと自然と首も動きます。確かに、はい、勝手に一緒についてきてますもんね。そうなんです、意識しなくてもですね。目線というのもポイントですが、胸の向きに目線があるんですね。はい、 OK です。そしたら反対側も行ってみましょうか。はい、はい、反対向きに寝てみましょう。はい、右手の方に腕枕ですね。腕枕、はい、腕枕で寝たら足を90度に曲げます。はい、はい、そしたら天井側の手を床側の手にくっつけます。うん、この中指を見てあげて外回りですね。うわ、そうです、そうです。うわ、まだこっち硬いな、胸周り。左右差が必ずあります。ゆっくりと自分のペースで構いませんので大きくいってみましょう。はい、胸から開く、胸から開く、はい、気持ちいいですよ ねピーンってもうなんか伸びてますもんね。素晴らしいです。力みすぎずにしやすい呼吸で気持ちよく行ってあげましょう。いい、なんか胸周りのストレッチにも。そうなんです、胸のストレッチですね。まさにその通りです。ラスト1回いってみましょうか。こんなに胸周りってなんかこう固まってたんだというのを。そうなんです、なかなか動かさないのでね、動かしてあげると首も楽になります。はい、 OK です。起き上がってみましょう。あら、すっきり。そうなんです、結構胸から動かしやすくなってるはずです。なんか軽いですよ。はい、素晴らしいです。まあ、どうしてもですね、胸って骨がいっぱいあるんですね、うん、はい、なので重力でぐっと固まって首も固まって動きにくくなってしまうので、まあ、胸がほぐれると首も当然動かしやすくなります、うん、確かに。これで皆さんも見返り美人ですね。やっていきましょう。ゆこさんは LINE でも情報発信しています。はいはい、LINE でライフスタイルクラブと検索いただき、お友達登録いただいた後にアンケートが送られてきますので、アンケートにお答えいただくと5つの動画をプレゼントしています。ぜひライフスタイルクラブ検索いただき、お友達登録してみてください。ゆこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ピントレでした。また来週です。